ビッグベイトを嫌いな理由は何ですか？嫌いなんじゃない、ありません。ビッグベイトは僕が一番最初にやったんです、この次あのこの、この業界で。ね、スイムベイトも僕が一番最初にテレビに見せたんです。ね、ごめんなさい、僕元祖ですから。ね、嫌いなんじゃなくて、それしか使わない人たちが、あまりにも多いでしょ。だ自分もそうじゃない。バスの面白いところってこんなルアーあんなルアー、こういう地形のこういうところだったらこのルアーがいい、ね、やっぱここはスピナベいいんじゃないのって、ここはやっぱワームは魚に入れてこうだろうってラバージングブチンってぶち込んでこうなるとか、このこう駆け上がりの部分にディープのクランクブッと入って止めてブワーッとなった時ゴンってやるとか、いろんな釣り方があるわけですよ。ところがビッグベイトの人ってそれ1個持って釣りに行くでしょ、行ってませんね、そうするとどこでもかしこもそうやってこうやってやってるだけだからレパートリーがない。あのスイムベイトもそうなんだけど、あの池原なんかでスイムベイトで釣りやってる時ってもうずっとピャーベッタンヒューベッタンってずっと1時だけに、うん、やってると分かるんだけど、もっとその立ち木の裏にピッて入れたりとかさ、そこから立ち木とかブーッと出したりとかっていうのがないのよ。だからレパートリーがなくなっちゃう。だからそんな人にあんまりおすすめしない。ただね、関東の場合もうスレスレなんでビッグベイトほぼほぼ釣れないのよ、ね。関西特にね、いろんなとこがあってまだ誰も攻めてないようなね池だとかいっぱいあるのよ、ね。でそういうとこ行くと最初に投げるぜ、本当にあのビッグベイトっていっぱいこうこうやって来るのよ、ね。あれ見ちゃうとやめられないんでしょ、ね。だから別に嫌いじゃないですよ、ね。はい、抜き動画見た皆さん、こちらの方がですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね、流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね、直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。